15日月曜日の全国の天気をお伝えします。北日本は冬型の気圧配置となり、北日本の日本海側を中心に雨が降りやすくなりそうです。降り方が強まったり雷を伴う恐れもあるためご注意ください。北日本の太平洋側では日差しが届きますが、にわか雨の可能性があります。また北陸もにわか雨の可能性があるので、空の変化に注意が必要です。東北の南部、避難のエリアでは広く日差しが届き、穏やかな空となります。洗濯物の外干しもしっかりと乾かすことができそうです。晴れるエリアは20度前後まで気温は上昇し、日向では暖かな体感となります。ただ朝晩との気温差が大きいのでご注意ください。北海道は寒気が流れ込み、昼間も気温は上がりにくくなりそうです。暖かい服装でお過ごしください。詳しいお天気情報はスマートフォンアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。ぜひご利用ください。